聖書は詩編の第23編です。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの御際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、私を義の道に導いてくださいます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたのしもととあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。1週間前の日曜日でありますが、私たちの愛する中島幸子姉妹が天に召されまして、水曜日に葬儀を行いました。20歳の時に、大学に通っている時でありますが、結核が発見されまして、それから闘病生活を余儀なくされました。今は怖がる病気は癌とか心筋梗塞とか脳梗塞とか言われてますが、その当時最も怖がれていた命取りの病気が結核だったわけですね。しかしそのことを通して彼女は主イエスキリストに出会って、なんと94歳になるまで忠実に主を礼拝し信頼して生きてこられました。それで水曜日の葬儀にはですね、もう悲しみは全くなく、感謝と感動と母親を天に送ることができたという喜びがある葬儀だったですね。ずっと教会に通われていましたけれど、歩くことができるようになりました。それで彼女は高齢者ホームに1年ほど前に入ったんですが、それまでは長男の方が目黒区に住んでいらっしゃっていて、毎日曜日第二礼拝に連れてきてくださったんですね。この1年間は教会に来らなかったんですけど、3週間前にどうしても平野先生と渡辺先生に会いたいと、袴田兄弟にもお世話になりまして、袴田兄弟にも会いたいということで教会に来られたんですね。そして大変喜ばれて、礼拝に出るだけの力はなかったんですけど、渡辺先生と私と会って、そしてお祈りの時間を持って、それが大変励まされようて、毎日毎日よかったよかった、これで安心した、まあ僕先生に会ってよかった、お祈りしてもらってよかった、その話ばっかりしてたらしいんですけれど、先週の日曜日の朝、お具合悪いですよと言われて、ご長男が駆けつけまして、彼が手を握ったところで、2時間かけてだん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 と息が弱くなって、静かに眠るようにして息を取られたということです。そして彼女の生涯を考えながら、私は詩編の23編のお話をしたわけですね。結核をしましたから、実に彼女は死の影の谷を通られたわけです。そして大正、昭和の次は何でしたっけ、平成、ずいぶん昔昔平成っていうのがありましたね。それは今は何でしたっけ、令和ですね。まあいろいろ書いてほしくないんですけれどそういうわけで第、まあ、4なんて言うんでしょうか、世代とは言わないと思いますけれど、とにかく94年間生き延びられて、感謝にあふれて天に召された素晴らしい人生でありました。そういうわけで、この詩編23編というのは天と地をつなぐ詩編であると考えています。これほど有名な詩編はありません、これほど愛されている詩編はありませんというだけではなくして、これほど愛されている詩がないと言ったらよいと思います。この次に読まれる詩は
この詩のおそらく100分の1、1000分の1、1万分の1、どんなに人気のある詩であっても、最近は生きてるって素晴らしいっていう詩が書かれたようですけどおそらくその100万倍も言われている詩にがこの詩編の23編です。そして私たちこの詩の編の3編を20に理解し、それを口ずさみ、それを体験するなら、天の祝福が私たちの人生に降りてくるという、こういう詩編であると、そう信じます。ところが私はこのようにして皆さんにメッセージをさせていただいてますけれど、説教ってもしかしたら効果ないんじゃないかなという気に取られるようになってんですね。説教は効果がありませんっていう説教を準備しているところなんですけど、箱根に月曜日行きました。勉強会に行ったんですね。温泉に行ったんじゃない、おいしいものを食べに行ったんじゃない、おしゃべりをする、カラオケにするために行ったんじゃなくて、勉強するために来ました。それで、一回月曜日のセッションを持って、火曜日の朝のセッションを持った時に、先週のメッセージどうでしたか、スタミラさんが素晴らしいメッセージだ、感動して、すっごい恵まれました、先生ありがとうございます、いつも良いメッセージをしてくださってありがとうございます。それでは今日のセッションは、皆さんが一言ずつ先週のメッセージについてお話ししてから始めましょうって言ったら、シーン10人が10人とも何も思い出せないというそれほど私の説教は効果があるんですね、皆さん説教に対してかなりの疑いを持つようになりましたけど、実を言うとイエス様も説教には効果ないっていうことはイエス様も感じてたんです。イエス様も説教はあまり効果ないなということで、で、まあ、実が結ばれなかった、実が結ばれなかった、実が結ばれなかったと連発していますけど、私は種まきだよ、私が蒔いてるのは御言葉よ、種まきが種が蒔きに行った、道端に落ちた、実が結ばれなかった、薄い石の上に落ちた、実が結ばれ、茨の中に落ちた、実が結ばれなかった。イエス様の説教ですら実が結ばれなかったんだから、まあ私はまあいいかということにしてます。良い地に落ちたのは30倍60倍100倍の実を結ばれたというのは、これ私は素晴らしいお話だと思うんですけど、説教者には責任がないというお話ですよ、これは。ね、宮が結ぶ結ばないは説教者には責任がない。種まく者は種をまく、説教者は御言葉を語る、実を実らせるのは皆さんです皆さんが石地であるのか道端であるのか茨の良い土地であるか、私はもうそれ責任ないでしょうね。皆さんが決めることで、よく若い牧師先生が頭を抱えて、こんなに先生頑張って、こんなに伝道して、こんなに祈って、どうして私はもうダメだって、ダメな牧師です、私には力がないんです、関係ないよそれあんたが悪いんじゃないよ、土地が悪いんだよ、ですからイエス様、あなた方が聞くことに注意しないとかね、聞く耳を持ちなさいとか、彼らは聞いてはいるけども悟らず、目が見てるけども、受け入れて癒されることがないんだって言ってますよ。だから基本的に土地がどういう土地であるか、その土地というのは何かというと、どうやって聞くかということで決められるんだなという、こういうわけで説教師が非常に気楽になる例え話だなと理解してるんですけれど、もう一つのこうやってですね、聞いてもすぐ忘れる、しかしよく考えてみると火曜日の朝ですからね、もう2日も経ってるわけですから忘れるのはしょうがないでしょうね。多くの場合、先生今日のメッシュは良かったです、元気づきました、感動しました、先生うるうる涙が流れるとか、もうすごく良かったんですという、どこが良かったのつと、ってほら本当に良かったんですよ、本当に泣けてきましたと、でももう忘れてますから、もう10分経つと忘れてるんですねだからそんなに説教は効果がないんですけど、もう一つはですね、私たちの心になかなか言葉が入ってないという問題、あるいは私たちの潜在意識の中に言葉が入っていかない、私たちは潜在意識の中でお話を聞いている、私は潜在意識で
言葉を作って文章を作って物語を作ってメッセージを作ってこう話しているわけですね。顕在意識、皆さんは顕在意識を持って私のお話を聞いて、ああ分かった分かった、すごくいいお話だ、感動して分かった、ああ分かった、ああいいお話だ、聖書の通りだ、こうやって聞いているわけです、顕在意識で。ところがその潜在意識が 95% で、潜在意識がこの ほとんど私たちの意識を占めていて、顕在意識、いわゆる起きていて考えるこの意識っていうのは 5% に過ぎないっていうんです。ところがこの顕在意識っていうのは大体正しいことを考えてくるんですね。もっと祈り主を教会には祈祷会に行くようにしなきゃいけないなとかね、でもっと1日に最低10章は読まない、1時間いや2時間はお祈りしなきゃとか、まあそういうことを考えるわけですね。正しいことを考える。ですからピアノを弾こうという、あるいはドラムにしろ、あるいはギターにしろ、あるいは賛美リードしろ、これ顕在意識がいろんなことをやってくれる、覚えてくれる、非常にクリエイティブですね。だから大学行って勉強する、何で勉強するかっていうと、私たちの顕在意識がそれをしてくれるわけなんですけど、ところがその顕在意識で正しいことを考えても、それが私たちの人生に出てくるかっていうと、なかなかそうはいかないところがあるんですね。小学校の時はもう毎年学期の始めに、皆さん今年は日記をつけなさい、日記をつけることは素晴らしいですよ、ですから毎年よし今年は日記をつけるぞと、で3週間経つとほとんどの人はやめちゃうわけです。私は3日間も持たないです。正しい良いことだって分かってるけども、それができないっていうね。なんか甘いものは食べない方がいいよとか、油物は食べ過ぎない方がいいよとか、いろいろ言われてますよね。アイスクリーム、チョコレート、ケーキ、ああ食べ過ぎない方がいいな、食べない方がいいなって、でも食べちゃうじゃないですか。どうしてそうなってんのか。こんなになんか糖質ダイエットとかね、お米も制限しろとか、なんかパンも制限しろ、まあいろいろ正しいことを教えられて、まあ一応私たちはお医者さんの言うことだから、そうだそうだと思って健康のためにそうしようと思いますけれど、そうはいかないですね。運動もしなきゃと、毎日少しは運動しなきゃ、でもなかなか運動に行くよりテレビ見るかなみたいになっちゃいますよね。だから私たちの顕在意識は正しいことを考えるんですけれど、なかなかそれが私たちの生活に出てこない。なぜならば私たちの潜在意識の方がはるかにパワフル。私たちが大学に行ったり高校こう一生懸命勉強した顕在意識で覚えたものはほとんど頭から消えますね。深く入らない。それで潜在意識はどうやって構築されてしまうかというと、まあ、刷り込まれてしまうんですね、潜在意識。特に1歳から6歳までと生物学者あるいは心理学者は教えていますけれど、潜在意識は考える能力がないんですね。もうダウンロードしちゃう、何でも情報を。だから、まあ、一番お付き合いするのはお母さんだったりお父さんだったり、まあ、お兄ちゃんだったりお姉ちゃんで、彼らの言葉がそのまま我々の潜在意識に入ってきちゃうんですよ。どうしてお前はそんなに落ち着かないのとか、よく泣く悪い子ねとか、多動ねあんたは、どうしてそのお金目が、ね、ちっちゃいのとか大きすぎるのとか、なんかあなた耳は大きいわね特別にとかね、鼻がでかいの小さいの低いのねで太ってんの細すぎるのとか、よく泣く悪い子だとかねいろいろそれがもう繰り返し親の言葉は兄弟の言葉で入ってくるわけですね。で、小学校に行くと小学生は相当悪い言葉を使う。うちは3人の子供がいますけど、小学生2人と幼稚園に行ってる子ですけど、まあひどい言葉をお互いに使い合ってますよね。でそういう言葉、小学校にと意地悪な言葉を吐く、平気で吐く子供たちが山ほどいるんで、そういう人たちが何を言われたかがどん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 潜在意識に入ってきて、で潜在意識が作られてしまう。そしてもう中学高校はもう非常に過敏な時代、もう神経、体が全部神経かのような時代ですから、もう一言二言ですっごい気づいて自分のセルフイメージがこう構築されていってしまう。
そして教会に来る牧師先生から聖書を預る、正しいことを預る、そして正しいことをやろうとする、自信を持って生きようとする、それに身上を高くしようとする、そしてこう正直にね、正々堂々と力強く勇気を持って生きようとする。よし、嫌われる勇気を持とうとか。でも実際にやっぱり嫌われるの嫌だなってなる。どうしてですか？嫌われたくない、みんなと同じでありたい、みんなから除外されたくない、そういうのは小学校も中学生もはっきりとバッチリ決められちゃってるんですね。そこでこう勇気を持ちなさいっていう、ね、こういう希望を持ちましょうって、なかなかこう入ってこられないという、こういう難しさがあるんではないかと思います。でこのようにして私たちのこう潜在意識が決められた中で、そういう意識というのはどういうふうになると割合切り離された意識を持つ、セパレーション。ですから善悪を好み知る好みを取って食べちゃいけないよという、善悪を知る好みを取って食べたら必ず死ぬよって言ったですね。で善悪の好みを取って食べたら何が起こったかというと、セパレーションが起こって、神様と自分が一つであったのがこう切り離されてしまったことですよね。で神様がアダムはどこにいんのって言ったら、彼は隠れちゃうわけです。今までアダムって言ったらもう駆け足でジャンプして神様の懐に飛び込っていたの、これからスタコラ逃げて離れて切り離されていった。そして裸だったのに少しも恥ずかしいことがなかった。ところが善悪を殺しみを取って食べたら、自分が裸であることに気がついたっていうね。で恥ずかしいと思う。恥ずかしいっていうのはどういうかと、自分と自分が切り離されちゃ う, という。そして自分の体を、もみじじゃないな、あれはもみじの葉っぱじゃなくて、何でした、イチジクの葉っぱで掘ったんですね。もみじの花の方が綺麗だと思うんだけど、特に今の時代は、今の季節はもみじの花がいいんじゃないかと思うんですけど、まあ時期がもみじの葉っぱなかったのかな。それでまあ体を折ったということは、パートナーと自分の目の前の人と人間関係でセパレーションが起こった。でどういうことかというと、私たちの考え方、私たちの意識の中にセパレーションが起こって、このセパレーションの意識になっちゃったわけですね。例えば私たちが使うこのウィナーとかルーザーとかね、勝ちと負け、これセパレーションするじゃないですか。勝ち組負け組って、よく考えてみると、こんな恐ろしいことはないのに、平気のへっちゃらで勝ち組負け、当然勝ち組に入りたいよねみたいな、いじめられる方といじめる方、当然いじめる方に入ろうとか、優秀な子と劣等な子ですね、こうやって分けていく、何でも。でこういうことを我々は平気でしていくか、これが普通になっているっていうのは、私たちの意識の中にこのつながり意識、コネクテッドネス、あるいはジョイント、あるいはユニオンとかユナイテッドとかね、そういう意識が非常に弱くなった。頑張れって、頑張れば幸福になるっていうのは、よく考えてみると、これはセパレーションなんです。よく考えてみると、我々はつながってるのに、あたかも自分一人で頑張れば自分が幸福でなるかのように、日本全体が思い込んでるじゃないですか。頑張れば勝利者、頑張ればマンションを持てる、頑張れば成功できる、頑張ればベンツに乗れる、頑張れば可愛い奥さんと結婚できるみたいなね、で勝利者になる。だから頑張れ頑張れ。私がアメリカにいたらもう35年ぐらい前に、もうアメリカ人の流行語は過労死です。みんなびっくりして、過労死っていうのは日本語じゃないですよ、今や国際語です。もう日本人が働いて死ぬこと、皆さん知ってますよね。もうその頃から過労死過労死アメリカで言われてたんですよ。でもひたすら我々は頑張ってるし、今でも過労死が起こったり、このためにね、精神的な問題が起こったり、いろいろな人間関係の問題が起こったり、体の問題が起こったりしてますけれど、それはもう頑張れという切り離しの世界が、頑張る人が偉い、尊敬されるという、こういう世界になる。もう全部切り離された思考法というのが身について、それが日本中に蔓延しているから、
クリスチャンでもそういう切り離された考え方しても普通だと思い込んでいる。ですから何とかしてこれリバースしなきゃならないという状況にあるのではないかと思いますけどね。でどうしたらこれをリバースできるかというと、ここで選んだものは全部 I am です。私は主イエスの羊です。私は満ち足りても私はゴロンしていますというのは I am という言葉が一番力強く潜在意識に入る。潜在意識というのは議論とか論理とかね、そういうのは分かんないんです。吸収する考える能力がないんです、潜在意識は。だから I am、 私は主イエスの羊です。私は満ち足りてます。私はゴロンして元気いっぱいです。私は羊飼いの声についていきます。私はどんな状況でも怖がりませんって。私はこの短い私が一番入りやすいんで、第2番目にこうリピートするんですね。繰り返し繰り返し、毎日毎日リピートする。毎日毎日、これ賛美歌じゃないですよね。毎日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 、僕らは鉄板でって。どうして私の口からこれが出てきちゃうかというと、その当時毎日毎日歌ってから聞いてたからでしょうね。で繰り返し繰り返しされると潜在意識に入って、毎日毎日って言うと僕らは鉄板でみたいに出てきちゃう。これは考えてるんじゃなくて潜在意識からそれは刷り込まれてるか、意識の中に。だから繰り返し繰り返し、特にリズムや音楽と一緒に入るものが入ってくるんですよ。単純であること、 I am であること、そして繰り返し繰り返すという、こういうことですね。で口に出すこと、口に出す、私は主イエスの羊、私は大いに祝福されています、私の地境は広がっています、主の御手が私と共にあります、私は災いから守られています。これがスパッと潜在意識に入っていく。もう一つはフィーリングを込めるということですね。今私は大いに祝福されていますっていうのと、ボソボソって私は大いに祝福されていますっていうのと、随分そういう言葉は全く、そういうフィーリングのない言葉は潜在意識は受け止められないんですよ。感情の言葉じゃないと。そういうわけで私たちは2年間ほど毎日曜日私大いに祝福されてをやりましたけれど、まあ似たような感じですね。単純ですからね。私は主イエスの羊です。でなぜこれが大切かというと、この私は一体誰かという、例えば私は平野浩一です、私は日本人で、私は男です、ね、私は夫で、私は父で、私はおじいちゃんで、私は牧師で、これ全部違ってます。私は平野浩一じゃなくて、私の名前は平野浩一、私の国籍は日本です、これに言わなきゃいけない。私の職業は、私は牧師じゃないんですよ、私の職業が牧師なんですよ、ね、だからじゃあ私は誰かという。で、私探し、自分探しという言葉がよく使われますし、まあ、大流行しましたね。基本的に自分は見つけることができませんというのは、私たちは絶えず変わっているんですよ。だからどこあちこちあちこち自分探しに行くっていうことですけれど、じゃあ自分探しができるかっていうとできない。私たちの体は生態的には、私たちの細胞学的には2週間後に私と違った体になっているんですよ。ものすごい勢いで細胞が死んで生き返って、2週間後にはほとんど全くと言っていいほど違った細胞の体になって、そんなに激しい変化があるわけですね。だから私っていうのは、私はって言った瞬間にもう違うんですよ。私が今日日曜日来て、この私は主の、私は主の羊ですと宣言して皆さんに4回話して、明日になったら私はもう変わってます。この4回のメッセージをすることになって、私は変わっちゃうんです。モーセは神様、あんたの名前何なんですかって言ったですよね。で神様は I am
that which I am becoming. 私はなり続けるもの、私はなり続けるものだ。主はなり続けるものだ。神様でも固定してないんです。この家、この街道は固定しています。でこの街道の特徴は命がないっていう。命がないものは固定しちゃう。硬いんです。冷たいんですね。命のあるものはあったかいし、動いているし、必ず成長しているし、命のあるものは必ず変化しているんです。で私はっていうのは変化の途中で、変化のプロセスの中にはどっちの方向にあなたは変化しているか、これは大きな問題ですけど、変化しない人はいません。絶えず私たちはこの数秒間に何億という細胞が死んで、何億という細胞が生まれ変わって、それほど激しく変化しているのが私だから、神様が I am that which I am becoming と言ったように、私たちも同じように I am that which I am becoming、私はなり続けているところのものです。私は固定しているわけじゃない。自分が見つかった、その自分は5分後にはもう自分じゃないんだ。自分は決して固定してるんじゃないんだ。それじゃあどうして自分が分かるか。自分が分かるってのはとても大切ですよね。自分が分かれば人生は単純になるし、明快になるし、自分が分かれば力強くなるし、自分がはっきり、アイデンティティという言葉ね、エリック・エリクソンという人がアイデンティティという言葉を流行らせますけれど、自分は誰か、自分は誰であるかを明確にしろという、できたら自分を愛する、自分と仲良くやる、自分と上手に付き合っていく、そして付き合いの中で自分の才能を伸ばしたり、自分の喜びを経験したりね、そういうことを知るんで、アイデンティティという言葉があって、アイデンティティをはっきりするなら人生はパワフルになるっていうんですね。じゃあ私は日本人じゃない、私の国籍が日本であって、私の名前は平野コーチだ、私の職業は、その牧師であって、じゃあ私は誰かという。でここにおいて明快なのは、私は 主の羊です。主イエス・キリストが羊飼いであるならば、私は主の羊です。そしてこの一言の上に、私は私の人生を築き上げる、私の全てをこの一言のうちに、この土台の上に築き上げることができます。これは私にとってのルーツであり、これは私にとってのファウンデーションであり、これは私たちのソースであり、これは私たちの存在の根底で、根底ですね。ですからこの上に、この私は主の羊飼いであるという、この上に人生を築き上げる。お分かりになってでしょうか。イエス様の考え方が非常にコネクトしている。私は羊飼い、あなたは羊、関係、リレーションの中で、イエス様は言葉を話しますよね。私は誠の部分、あなた方枝です。あなたは私にとどまっていなさい。そしたら実を結びます。イエス様の考え方がいかにライフ、コネクションの中に、ユニオンの中に、ワンネス、一つの中にイエス様は物事を考えるかということが分かります、ね。そうしたら私が誰かということが分かるんです。イエス・キリストの関係で、ああ、私は羊飼いだ。この私は羊飼い、私は主の羊だと。主が私の羊飼いだったら私は羊だ。主イエス・キリストが私の牧者。これが分かることによって、もう非常に人生が単純になるんですね。そういうわけで、この詩編の23編を通して、自分を、知って自分らしい人生を歩いていくということであります。ここに10を挙げたんですけど、本当は主は私の羊飼い、あるいは私はイエスの羊ですとちょっと切り離したかったんですね。もし主が 私は主の羊ならば、次のこれらのことが起こりますよっていう。ですから私は主の羊ですということを明確にしたら、これが私の意識になり、潜在意識になり、これが私のハートになり、これが私の基盤になり、ルーツになり、ファウンデーションになり、これが私のソースになるならば、これら全てのことが起こるということなんですよ。はい、まず第一に、私は主のシュエスの羊です。
そうしたら私は満ち足りていますという。I shall not want っていうのは欠乏感がありません。The Lord is my shepherd, I shall not want っていうのは欠乏感はありませんっていう。欠乏していません。で、ところがこうクリスチャンとの会話の中で、お金がないですよねと、お金がちょっとっていう、時間がないんだ、忙しくてですね、先生あれとこれこうして今週はもう本当に時間がないんです、疲れてんです、ちょっとエネルギーがちょっと申し訳ない、それはできちょっと力ないんです。もうクリスチャンと話するとないない尽くしですね。もう欠乏感だらけ、ないないない、いつもあれがない、これがない、どれがない、何もない、おかしい。これがセパレーションですね。私たちの考え方が、主は私の羊飼いです、私は乏しいんです、私は疲れてんです私はエネルギーです、私は時間がないんです。主は私の羊飼いだったらどうしたって私は満ち足りてますっていう、そんなのおかしいんじゃないかなこれっていう感じですね。だから私は意識の話をしているので、自分の人生に何が、周りに何が起こっているかじゃなくて、私たちの意識が、潜在意識が、私たちの心がどうなっているかということで、私、主が私の牧者であるならば、そして私が主イエス・キリストの羊であるならば、私には欠けたところがないはずなんです。そういう意識ですね。ないならばイエス様ご自身が、私は良い羊飼いであると、私が来たのは羊に命を与え、また豊かに与えるために来たんだ、これが私が地上に来た目的なんだ、私は羊を相手、羊のために命を捨てる、誰かが私からこの命を奪い去るんじゃない、私は羊のために自ら自分の命を捨てるんだ、お前たちを豊かにするために来たんだ、分かったか、はい分かりました、主は私の羊飼い、疲れてんですよね、お金もないしさ、時間もないし、忙しいし、一日に6時間しかテレビ見られないんですよとかねそうじゃない、つながらない。で、主が私の羊飼いだったら、次の言葉は私にかけたことがないしか、その言葉しかありえないんですよ。乏しいことはない、私は満ち足りてます。で、この言葉を繰り返す。第3番目は、私はゴロンして元気いっぱいですというね。ゴロンというのは私の天才の孫がね、4歳の子が使ったんですね。ルカは今日うちに来て何してんのって言った、今日ゴロンしてんのって言って、ああこれは新語じゃないかって言って、私今までこの言葉、この日本語を知らなかったから、新語大賞にこう、うちの孫、4歳の孫がゴロンという信号を発明したんで、これ大賞いただけましょうかっていう、お願いしようかなと思ってるんですけど、どうも最近ゴロンっていう言葉が、子どもたちの間で疲れて、驚いたことに大人の間も疲れてるんですね。私だけだこの言葉を知らなかったのはという感じですけれど、せっかく私の孫がゴロンって言ったんで、ゴロンにしたんです。よく考えてみると、羊はゴロンしないんですよね。羊は伏せるんです。人質はお腹を天に向けてゴロンして、これをするのは我々人間ですけど、しかしまあゴロンっていうのはかなりリアリティのある言葉で使いました。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます、ね、おいしい草をたらふく食べて、おいしい冷たい小川の水を飲んで、そしてのんびり草の上でヒレフス、あるいはゴロンするわけです、ね、休むわけです。で、元気いっぱいになるんですね、ですから、なんて書いてありますか、緑の牧場に伏せて、憩いの水に伴われたも、主は私の魂を生き返らせ、ね、元気になるという意味ですよ。私は金曜日の朝8時に出発しまして、三重県の四日市においてね、講演会をしました。今年の2月にイスラエル旅行の司会で、
塚本兄弟っていう方が突然洗礼を受けたいって洗礼式をしたんですけれど、そのご夫婦が先生人を集めますからうちに来てセミナーをしてくださいっていうんで行ってきたんですね。それで、それが終わりましたら駆け出してっていうか高速道路を使って名古屋に来ました。ちょっと混雑してますけれど道路がね夕方でしたから。でそれが終わりまして、次の日は昨日ですね、昨日は徳島に行って帰りがけ事故渋滞があって、その上でもね土曜日ですから渋滞があって帰ってくるのが8時半ですよね。そして今日朝7時になってもうピンピン元気いっぱいで説教を始めて、これは3回目ですね。どうして私はこんな元気なんでしょう。それは寝たからです。夜寝たんですよ。だから元気なんだ。安息したから、休んだから。元気でありたいと、元気いっぱい、もりもり元気、もり元気、すぐにこうアンパンマンが出てきちゃうんですこれも潜在意識に入っちゃってるんですね。アンパンマンの言葉がたくさん、孫と一緒にアンパンマンをたくさん見たんで、いろんなもりもり元気、もり元気で、それは休めばそうなの、安息すれば。日本人の場合はこの頑張れ頑張れ頑張れっていうのをずっと聞いて、頑張れば幸福になる、頑張れ勝利者になるね、頑張るんだよって、まあ、両親から聞くし、学校の先生の上司から聞くしね。だから我々はお休みの日になっても我々の潜在意識が頑張れ頑張れ頑張んないと遅れちゃうよ、悪い点を取っちゃうよ、追い抜かれちゃうよっていうね、もう日本人の恐怖は追い抜かれるっていうか置いてきぼりになるっていうのは怖いですよ。だから夜が来てなかなかこう安眠できないっていうか、不安が来るっていうか恐れ、何か悪いことが起こり、何かうまくいかないんじゃないか、なあ失敗したらどうしようとか、落ちたらどう、まあそういう思いが来てなかなか安眠ができない。ゴールドスティン先生が、ね、イスラエルから来て何を話したかというと安息日の話。なぜ安息日の話をするかというと、今日ですらユダヤ人にとって一番大切な戒めは安息日を守るっていうこと。鈴木さんという方がね、園芸の会社をしています。それで日本庭園を作るのを学びたいってイスラエルから労働者が数年いたんですね。で日本庭園を作るための勉強をしたんですよ。これで大体日本人はね、夏になると、まあ、8時頃まで働くわけですけど、彼は平気の平座で大体5時頃、夕日がちょっと陰むと安息にしなって言って仕事を辞めて、どんなに教えてもそれは安息日を必ず守って、どこの文化に行っても自分のボスが誰でも、その夕方が来るとはいおしまいってなっちゃうし、ユダヤ人のお母さんはね、安息日だから勉強をやめなさい、安息しなさい。日本人のクリスチャンのお母さん、受験なんでしょうと、教会行かなくてもいいから勉強しなさい、頑張りなさいってなります。ユダヤ人のお母さん、勉強やめなさい、もうハーバード大と言えるんで、ユダヤ人がいっぱいです。どうしてこうなるんだよ、あいつは安息日をあんなに厳しく守って、うちは頑張れ頑張れ頑張れで、どうしてユダヤ人は一人でパソコン一台抱えてね、なんかビジネスを始めたり成功しちゃったりしますもんね。どこ行っても彼らは安息するんですよ。安息することが鍵だということを彼らは知っていて、何よりも安息日を大切にするという、そういう文化ですね。ですから主は私たちを緑の牧場に連れて行って伏させてください。私たち羊が頑張らなきゃ頑張らなきゃ頑張らなきゃっておかしいですね。食べられなくなったらどうしよう、ちゃんとたくさん草を貯蓄しとこうとか、草小屋を作ってたくさんの草を、そこに日照りが起こったら大変だから、なんかコンクリートのなんか池でも作ってそこに水を入れとかなきゃってこう考えないですね。主は私の羊飼い、私には乏しいことがある、主は私を緑の牧場に伏せ、憩いの右側に伴うわけだから、はあ素晴らしい、おいしい草だな、おいしい水、なんと言ってたりしたのんびりしたり時間だろう、ハレルヤとか、そしたら元気になりますね。
Restoration という言葉が使われている。He restores my soul. 私の魂を生き返らせ。というのは、健康というのは普通の状態、ノーマルな状態を健康って、聖書は言うんですね。健康はノーマル。だ疲れたというのはアブノーマル。でそういう時はどうしたらいいかと、レストレーションが必要で元気になるわけですよね。元通りになるという。健康というのは疲れたら元通ノーマルになる。で風邪ひいたりちょこちょこっと病気にする、まあね、休んだり薬飲んだりするかもしれませんけど、それで健康になる、ノーマルになる。でも厳しい病気もいろいろありまして、でリストアっていうのはそういうがんであると脳梗塞であるとノーマルになる、健康になるっていうことですね。レストレーションっていうのは元通りになる、健康という、戻る、主は私を元通りにしてくれるんだ。そしたら元気いっぱい、それで私は羊飼いの声についていきますということですから、主は皆のために私を義の道に導いてください。で義の道っていうのは私が正しいことをするんじゃなくて、義っていうのはイエス・キリストが十字架で行った救いのことを義っていうんですね。信仰によって義とされる、義人は信仰によって生きるわけですから、義の道っていうのはイエス・キリストが十字架に子羊のたっとい血によって私の全ての罪が許され、全ての病が癒され、救われて神のことになる。これが義の道、主がそうしてください。で主が私たちを導いてくださるのは、私たちの答えは私は羊飼いについていきます。イエス様は言いました、私は良い羊飼いである、私の羊はよく聞いてください。私の羊は私の声を聞いて私についてくる。ですからあまり神様を見ましたという人はいないですね、ほとんど聖書の中で。聖書の中で溢れている人たちは神の声を聞きました、声が聞こえました、そして声を聞いてついていくんです。だからイエス様は、私の声を聞いてつい、私の羊はね、で羊もまあ草があるところにはね、いろんな羊飼いが同じ場所に作るから、羊っていうのは入れ乱れちゃうわけですね。そして名前のブランディングみたいな、牛なんかはブランディング、ブラウンとかスミスとかブランディングをするんですね、お尻に。そうすると牛がごちゃごちゃになっても、まあ、分けることができる。羊飼いはそれ必要ない。なんなら私の羊は私の声を知って私についているから、おお家に帰るぞって言ったら私の羊は私の声を聞いてついてくるわけです。すごい単純ですね、そう思いませんか。だからこの私はこれだけ聖書を知ってるんですよね、これだけ仲介書を読んで、これだけ私は知識があるんですのと違うじゃないですか。声を聞くっていうの、知ってるっていうのはここにいる私があっちにあるし知識を持っている知ってるっていうことですけど、あまりつながってないですよね。ところが私の羊は私の声を聞いて私についてくる。いかにイエス様がこう、イエス様の頭の中がこのつながり思考をしているか、命の思考、命の考え方はつながっているわけですね。そして、私はどんな状況でも怖がりません。どんな状況でも怖がらない。なぜならば死の影の谷を歩んでも怖がらないんですから。どんな状況だって怖がらないですよね。死の影の谷を歩んで怖がらないなら何が起ころうと大体怖がらないじゃないですか。皆さんはなんか悪いことが起こるんじゃないかな、怖いな、明日起きるの怖いな、来週怖いな、来月怖いな、12月から嫌だな、12月になるとなんか悪いことが起こるんだよなみたいにやってるか。私は何にも怖がりません。私は強いんです、私は勇気があるんですと言ってないですよね。羊は私は強いと言ってないんです、私は勇気があると言ってない。私は熊に立ち返います、ライオンに立ち向かいます、私は狼に立ち向かいます、こう言ってないんですよ。でも私は怖くない、私は弱いのに。狼はやばいなって、ライオンも熊もやばいけど全然怖くない。あなたが私と共にいるけど、私は私の羊飼いが強い。熊をやっつける、ライオンをやっつける、狼をやっつける、
彼らは私の羊飼いに寄ってこない、私は羊飼いについていけばいいだけだと、こういうわけだから怖くない。私の羊飼いが強いから怖くないんです。私が強いわけじゃない。見てください、私の体ね、私たちが体を持ってるっていうか、これ弱さの象徴です。もうね、鉛筆一本刺したら死んじゃうわけですからね。転んで頭打ってどうなるか分かんないし、もうちょっとしたことでね、私は首をちょっと痛めちゃったら手足がこんな状況でしょ。だから私は弱いんですよ。でも怖くないんです。主が私の羊飼いだから、主が私と共なるわけ、主が私のうちにおられるから、主が私やあなたを守ると約束してくれるから、私は怖くありません。どんなことでも怖くありません。こうなるわけですね。人生はえらく単純になる、朗らかになる、えらく軽くなる、えらく楽しくなる。先生、一日ね、四日市に行ったり、ね、名古屋に行ったり、遅く帰って次の朝7時から目です。元気いっぱいですよ。私が強い体、私は元気いっぱいの体って言ってないんで、主が私の羊飼いならば私は元気なはずなんです。単純です。でエネルギーはたくさんありますからね。だって主が私の羊飼いで、私が来たのは羊に豊かな命を与えるためで、私は豊かな命をいただいてたら、エネルギーがあればお仕事は楽しいんですよ。頑張ってたらいい、お仕事は辛いんですけど、エネルギーあれば楽しいですね。気楽なもんです、牧師なんていう職業は。皆さん牧師になってください。こんな楽しい人生はありえないと思ってますけれど、それは主が私の羊飼いからだからです。お祈りします。